ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は引っ張った。これはファーストライナー。バッターは2番に入っているバース。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはダルビッシュ、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。これが初球、インサイド外れます。さあ2球目は何か。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。ここは1球見ました。次が5球目。打った、大きな打球になった、フェンス直撃。バッターランナーは2塁到達。いいコースですが外れています。外の低め見極めます。152キロ。追い込みました。ボール、これは変化球。これでフルカウント。打ちました。ヒットになった。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ、まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。なるほど。打ちました。村上、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。真ん中打ちました。ファールグラウンドへ打ち上げていますが、次が2球目。2球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。バッターは2番に入っている柳田。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。痛烈、ファールボール。左に切れました。ファールボール、ワンストライクです。痛烈、センターへ投げる。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは3番岡本。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。打席には4番バッタークロマティ。ジャイアンツ連続安打でランナーを進めています。打ち上げた。ここはセカンドランナースタート。初球はどうか。そしてバッターボックスには村上が入ります。先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。ふわふわっと上がった。アウト、スリーアウト。同点は許します。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは6番山本。ジャイアンツインサイド打ち上げました。左中間へ打球伸びる。バッターは7番に入っている鈴木。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファールボール。ボールカウントはノーボールワンストライクです。ボール、3球目見送っています。ボール、インサイド落ちました。強い打球。ファールボール。ワンボールツーストライクです。ストライク、ツーアウト。さあ初球は何か。打った、高く上がった。右中間を深々と破るヒットになりました。ランナー出ました。ジャイアンツ、さあそして打席には森が入っています。さあ、はい、追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいです。バッターボックスには代打の筒香。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。2球目は何で来るか。ふわふわっと上がった。ユラスリーアウト。追加点は奪えませんで、1点リードで迎える最終回です。小宮山さん、ここはしっかり抑えていきたい。初球打ち、ここはフライになっています。バッターは7番に入っているイチロー。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ボールが届いた。バッターボックスには代打の池山。さあ里崎さん、
ここで変えてきましたね。そうですね、まあ、ただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをストレート打っていった。入る。十分警戒はしていたのですが最悪の結果となってしまう。読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけが嫌でしたから。最後は球場の広さ、小宮山さんは気になったようです。打ちました。センターに上がった。山本抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている吉田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上菅、そしてキャッチャーは森。打ちました。いい当たり。打球はライトへ。打順は3番村上。ツーアウトになっています。この回の菅3球でアウト。バッターライト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制よ。いい当たり、ヒットになった。セカンドランナーホームイン。ランナースタート。打ちました。痛烈な打球、ファールボール。出ました、ファールボールです。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ、そして打席には松井が入っています。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。ストライク。今度も真ん中に来ました。何か別の球種を待っていたかのようなタイミングの取り方でした。これが3球目。バッターヒットになった。三塁へ送球する。サードランナーホームイン。初球は何で来るか。打ちました。セカンド取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、これからスワローズが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の田中。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。